皆様こんにちは、かようまりのでございます。今日はですね、行政書士試験の受験回数が10回以上の方へということで、まあ、そもそも行政書士試験にも10回以上受験している人がいるのかっていう話なんですけれども、行政書士つかブログさんというですね、ちょっとブログから、まあ、小ネタをお借りして、今日はちょっとこのテーマにやっていきたいと思うんですけれども、行政書士試験っていうのは、合格率が 10% ですので、難しいか難しくないかって言われれば難しい試験だと思うんですけれども、なのでね、普通に落ちる人も当然います。なので、何度もね挑戦してるって人もいると思うんですけれども、何回も何回も落ちる人ってそもそも何なのかっていう話をちょっとしたいんですけど、まず、自己流の勉強をしている人ですね、だらだらとやっていて、行政書士試験1000時間ほど必要だって言われてますけど、これ3年で1000時間とかね、密度があまりにも低すぎる、勉強の仕方をしている人が、とにかく、いつまでたっても受かんない人、落ちて当たり前のマインドをしてるってことですね。で、これだと思うんですけど、行政書士試験10回落ちるってなかなかないじゃないですか。つまりそれはすなわちもう勉強してないってことだと思う、と同義だと思うんですけれども、ただ勉強してるというですね、こう言うこと、要はファッション受験生とかってよく呼ばれるんですけれども、受験生だということで、例えば自分がね、なんか定職についてない人とかが受験生というですね肩書きを持っているだけで、特に何もしなくていいというですね甘えを持っている人もいるし、逆に社会人で受験生をしているという自分にただ酔うだけという人もいると。実際受験したら最後のゴールは合格なんで、受験の中ではね、なので合格するための努力をしないといけないんだけど、一切せずにただ受験しているというふうに周りに言うだけでなんか安心感を得ているみたいな人って、ちょっと考えられないかもしれないんですけど、一定数いるんですよ本当に。でそういう人が、10年とかねやるわけで、本当にね本気でやっていて10年受からない人なんてなかなかいないというか、それはもう本当心折れてくると思うので、10年も持たないと思うんですけど、そういう人だということで、そういう人がね、じゃあ受かるにはどうするのか、そういうマインドの人って受かろうって思ってるのか分かんないですけど、受かるにはどうしたらいいかって言ったら、もう当たり前ですけど1年で800時間以上やることですね、隙間時間なんかも。であと自己流の勉強場でちゃんと正しい勉強を知ること、基本を理解すること、丸暗記じゃなくて誰も解けないね難しい問題なんか、そういうことをやってる場合じゃないということですね。自己流でやってる人ってなんかわかんないですけど C ランク問題大好きで、 C ランク問題めちゃくちゃやるんですよ。で、誰も知らない論点をですね自分だけが知ることによって、すごくね、人よりもねリードしているという気分になりがちなんですけれども、試験ではねそんな問題は出ないわけですよ。出たところで会場のみんな全員解けないので、それを一問ね取れたからといって合否に影響を与えることは絶対にないわけなので、合理的に考えたらですね、基本だけをねやっていくことがですね試験攻略には最も適切なんですけれども、それがねやっぱ自己流の人っていうのは分からない。それからあと予備校とかにね通って、とにかく時は金なりじゃないですけれども、お金がね、時間がやっぱりねお金よりも大事ですから、時間を、とにかくねお金で買ってるという形でもね何でもいいですから、正しいですね勉強を教えてくれるね、そういうなんていうのかな、なんかこう道筋みたいなのを見つけることがまずもっとですね、こういう万年受験生不合格者には必要なことだと思います。知識とか暗記量とか、そういうのも大事なんですけど、そこってあんまりですねもう10年もやってたらねそんな人と大差ないと思うんですね。あとは試験どうやって攻略していくかっていうことだと思うので、なかなか行政書士10年やってる人っているのかどうか、いたとしたら今年こそ本当に受かるぞって思う人がいるんであれば、正しいね勉強法にねやっぱどっかで切り替えないか、なかなかね、変わっていかないと思いますから、本当に頑張ってほしいなというふうにね、思います。はい、そんな感じですかね。ということで、ずっとね10年やっててももったいないですから、その間にやっぱりなんていうのかな、受かったらできたであろう仕事、機会損失ものすごいわけですから、とにかく早くね受かるという気持ちで、頑張っていただければと思います。はい、ということで今日は以上です。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。